37グラムある。そうなんですよ。もうこっちゃになっちゃって、ずっと食べてるんで。ずっと食べてます。ずっと食べてます。だけどやっぱりあの、そうするときは辛い。今まで通りの。うんちは大きいの。大きい。大きい。大きい。でも元気で。じゃあうんちが大きいっていうことはさ、やっぱ数は少ないってことだよね、うん、そうですね、うん、何個ぐらい出るんだ、そこまで個数は、うん、その大きいのを10としたら、うんうん、全体で50ぐらいは、でもちっちゃいのもあります。あ、ちっちゃいのも出てます。たまにやっぱ溜まってる時にドバドバドバっていうのは、大きい50個分ぐらい、うん、5分ぐらいが、まあ、4から5と、あとちっちゃい、うん、ちっちゃいのって言ってもやっぱりやっぱちょっと これじゃないよね、もあのこんなんじゃないよね、もうちょっと大きいよね、多分2つ分ぐらい、2つか3つ分ぐらいね、うん、そういう風だったらさ、飲んだ方がいいけどね、はい、まだこのままで、うん、でね、あの羽が羽抜けたりとかしてません、ツヤとか大きいのもないです、細かいのも絶対あります、うん、じゃあやっぱカネリアシードをちょっと多少少ない方がいいかもしれない、あの大きいやつ、そうそう、長細い脂肪分が、そうそう、牛やつ、牛やつ減らせれたら、うんうん、なしては、うん、あってもいいんだけど、多分今さ、それから食べてんじゃない、うん、結構大好きです、大好きでしょ、だから食べてもいいんだけど、ちょっとそれを半分ぐらいに減らしてもらうとかね、うん、そういうふうにできるんだったらその方がいいですね、うん、うん、でもさ、もうこれ終わってんじゃない薬って、もしかしたら、ね、先々週薬持って帰ったんですよ、2週間分、あ、この時2週間分持って帰ってるわけで、あ、そうか、じゃあちょうどいいんですね、今日で終わり、はい、わかりました、うん、じゃあ今日量下げれるね、はい、よかった、またじゃあ2週間分出した方がいいですね、そうですね、来年ね、了解です、はい、じゃああの2週目はお家で溶かしてるんですよね、はい、もう今日も溶かせますよ、はい、あのだからいい、うんと今のお家でやつってさ、うん、何日までなの、今日まで、今日まで、うん、わかりました、お家で溶かします、うん、どちらでもいいですよ、じゃあ今日まで飲んで、うん、明日から今日です、ね、まあ、もう一回溶かすから、はい、じゃあ両方とも溶かさないでね、はい、用意しますね、はい、で注射器も出したんだよね、はい、前に生成水あるんですよね、はい、わかりました、じゃあね、ステロイドの量がね、2週間単位で減らしていきますんで、調子よかったら、はい、だからグレード2ゾロ、最初が5ミリの16分の4だったんですね、で 今が5ミリの16分の3なんですね、でこんでまあ2週間飲んだから5ミリの16分の2と16分の2タブね、はい、タブですね、でまたこれで2週間、はい、ただあのあれですね、2日に1回ですよね、うん、必ず2日に1回にしてくださいね、はい、2日に1回で夜に固定してくださいね、はい、じゃあこれに薬入れて出しますね、はい、じゃあ溶かさないで出します、はい、はい、じゃあこの年明けまでいけるんだよね、はい、はい、じゃあそれで用意しますね、はい、すいません、はい、年明けはいつからやってますか、年明けはですね、ぐらいかな、あ、ごめんなさいね、年明けのやつってこっちに来てないわ、え、先生だから、これは特別だからさ、ああ、違う、保存用だからしてもですね、ありがとうございます、普通にやってるのはどこから、でも4も5もやってます、ただ時間が短いんで、わかりました、はい、そちらにあの時間渡しておきますね、はい、じゃあ今度